今日は2017年4月の9日日曜日です。猫が2匹窓辺で外を見てますけど、この部屋はですね、2階の私の書斎ですね。3月の20日ぐらいにですね、空くんの部屋と1階の私の書斎を入れ替えて、空くんの部屋はできたんですけれども、私の書斎はですね、まだ整理されてませんね。今、整理中ですね。6個あったですね、この茶色い大きな本箱ですね、私の書斎に2個持ってきてます。1個は恐らくの部屋で使って、もう1個はですね、置く場所がないんで、とりあえず寝室の方に置いてます。もうかなり本はですね、整理してしまったんで、多分これだけあればですね、余裕で入るんじゃないかなと思いますね。ブックオフにですね、1500冊ぐらい持ってってしまいましたんで、ほとんどないですね。残ったのは500冊ぐらいじゃないですかね。みーちゃん、みーちゃん、外行きたいんでしょ、君たち。ね、そこから覗いてずっと外の空気を、鳥の声も聞こえるし。これが私のパソコン用の机と、あれですね。で、パソコンですね。とりあえず暫定的に置いてですね、ここで、動画の編集とか今やってます。後ろの方にプリンターとか置いてありますけどね、まだまだちょっと整理されてない状態ですね。休みの日ごとにですね、やろうやろうと思いながら、仕事で疲れてしまってですね、なかなかやる機会がなくて、もうだいぶ経ってしまって、いよいよやらないといけないなというふうに思ってですね、早めに整理をしたいなと思って、今日はいよいよやり始めましたけど、午前中からですね、なかなか進みません。兄ちゃん、手伝ってくれ。猫の手も借りたいって言うけど、君たち助けてお願いだからね。のびちゃん、静香ちゃん、こっち向いてごらん。静香ちゃんですね、最近泣くようになりましたね、だいぶ 静香ちゃんの泣き声ですね、可愛い声で泣くんですよ、これが。甲高い声で。一回撮影したいよね、君泣いてくんない？ねえ、静香ちゃん。のび太くんと違ってですね、やっぱり女の子っぽい声ですね。ニャニャニャとか言って殴りますね、ひでみちゃん。あ、首なんかしちゃって。さあ、こんなことやってられない。お掃除しないと。